はい、皆さんこんにちは。前回に引き続きですね、こちらの、カオストルネードの箱を開封していきます。まあ、2箱目ですね。2箱目の開封です。で、まあ、前回はこちら渚のトリックスターです。僕的には次はミッドナイトさんが欲しいんですが、あ、やばい、箱が傷つく。よいしょ、ちょっと待って、カッター出しゃよかった。来た。続きましては、来た、ミッドナイトさんですね。はい、刃くんが映ってるミッドナイトさんです。あの X-ray のザラザラ感がなくなって、なんかマスターみたいな、旧マスターレアみたいな、マスターレアというか普通の光り方ですね。で、今回はまあ左からいきます。左からの開封です。左の一番上からいきましょう。ジェネレートファイヤーからですね。じゃあ、アレクサンダーです。アレクキャッスルですね。ノーマルは、まあ、いいや。ちょっと待って、アンコモンだけ別ですね。実は赤のやつがちらっと、こちら、マスターですね、確か。マスターのスターダストキャリバン、なんかすごいカード特集とかに書いてたやつですね。で、3つ目、こちら、プロフェットドラゴンです。あとはペンタンブレイブ、で、4つ目よいしょ、これも何回も見てるやつらですね。ここら辺は違う。カムイハヤテです。確か今日カムイハヤテガチャ、カムイハヤテじゃなくてこのブースターを1回、確かこのボックス買った時のお釣りで2回ガチャったらカムイハヤテ当たったんで、確か2枚目ですね、こちら。じゃあ、はい、ミカリーンです。はい、バロムです。バロール、個人的にはあのフェーズチェンジっていう白のマジックが出ればいいんですけど、あのフェーズチェンジ強いなと思ってたんですけど、確かあれコスト支払わないと召喚できないらしいんで、そうでもなかったっていう。あれやな、紫の X、 冥府の巨塔、あ、ちょっと待ってください、ぼやけてますね。冥府の巨塔サンデミリオンですね。はい、なんか効果いっぱい書いてるんで読みますか。レベル123のアタックステップで、アタックステップや、ムマを持つスピリットがアタックした時、相手は1体を破壊しないとブロックできません。で、レベル23のアタックステップで、ムマを持つスピリットが相手によって破壊された時に、トラッシュによる破壊されたスピリットよりコストの低いカードをコストを支払わずに召喚できます。
ムマが死んでコストを支払わずに召喚するのはムマ限定じゃないですよね。はい、紫のダブルシンボル。アビスブレイク。はい、ラスト左側はラスト10パック目。で1枚抜いて、じゃあアイバラースレオキャンペーンの X は見飽きた。はい、次右側です。右側の10パックいきます。お、ね、メガネ裏、メガネ裏ですね。お、フェーズチェンジが来ないんですけど、キリエル。はい、ホーガです。これでキャンペーンが 1,2,3,4 つですね。あとは紫と赤。よいしょ。赤が見える。のメサイア、あ、マスター ?X? あ、違う、マスター。メサイアドラゴンです。めっちゃかっこいい。やたらかっこいいマスター。シリマナイト、シリマナイト。はい、あと、こっちですね。あと5パック、あと5パック。はい、コナンハウル。なんかめっちゃダブってる気がする、ダブってる気がする。あ、ちょっとカード切った、出ないよ、ね、びっくりしたのか、ね、はい、ペンドルクス。ペンドルクスで、はい、ソウルリッパーです。じゃあ、デュランサム2枚目。またにデュランサムですね。俺青使わないっていうのに、またデュランサム。っていうことはまたこれも赤のキャンペーンのあいつじゃないですか。赤のあいつっぽい、赤のあいつやね、これやね、これやです。まあ2箱目の開封は以上となります。次は3箱目ですね。3箱目。